球店店長の小島です。小稲です。今日はですね、深夜のまかないということで、私が作ろうと思いましたが、うちのまかない番長 A さん、小稲さんが今日はしてくれますのでですね、はい、はい、よろしくお願いします。それでは早速、はい、皆さんがレッツ決定大丈夫。じゃあそれでは早速小南さん勝利をお願いします。よろしくお願いします。材料の方を説明します。まず鶏の唐揚げ、キムチ、ネギと、あと焼肉のタレがとキムチのこの汁を使います。あとお水を使います、はい、とニンニクとブラックペッパー、ごま油、ごま、白ネギ、以上材料で使っていきます。はい、じゃあお願いします。はい、では早速やってみます。あ、すいません、火がついてませんね。はい、ではまずフライパンを温めます。で、油を大体 10cc ぐらい。ニンニクを入れます。さらにキムチを入れてください。さらに炒めます。そしたら今度焼肉のタレを入れます。とキムチの汁を入れます。と水を入れます。ちょっと少し煮詰めてください。いや、このキムチと唐揚げは何でもいいですか？あ、できれば来来亭のキムチと唐揚げを買っていただけるとありがたいです。なるほど、わかりました。たらここで少し煮詰まったら唐揚げを入れます。たらキムチと一緒に一緒に混ぜてください。で、ここでネギを入れます。で、この時は火は全開でお願いします。で、全体的に味が回ったところで、今度はごま油を入れます。はい、これで出来上がりです。めっちゃ簡単ですね。はい、こっちに取り掛かります。ただ、下に野菜なら、まあ、キャベツ、まあ、レタスでよろしいので下に引いてください
というわけで、こうやって友人のバカナイトでした。ではまた、ありがとうございます。ありがとうございます。